もしもダチョウが大学生だったら講義中に興奮して暴れてしまう。もしもダチョウが大学生だったら陸上チームのエースとなり圧倒的なスピードで記録を更新する。もしもダチョウが大学生だったら予想通りパソコンを破壊する。もしもダチョウが大学生だったら獣医学部ではダチョウについての特別な講義が開かれる。もしもダチョウが大学生だったらなんだかんだで大学生活を謳歌する。